ジェームス・ダグラスジェームス・ダグラスは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。オハイオ州コロンバス出身、バスターのニックネームで呼ばれる。父、ビル・ダグラスもミドル級の元世界ランカーで、来日経験のある、親子ボクサーでもあった。1990年2月11日、東京ドームで当時無敗の WBA。 WBCIBF 世界ヘビー級王者マイク、タイソンから小勝ちで王座を奪取した。高校とコミュニティカレッジではバスケットボールの選手だった。1981年5月31日、21歳でプロボクシングデビュー。1987年5月30日、空位の IBF 世界ヘビー級王座をトニータッカーと争い、10回 TK o 負け。 1990年2月11日、マイク・タイソンの持つ WBA ・ WBC ・ IBF 世界ヘビー級王座に挑戦し、10回小勝ちで王座を獲得。リングマガジンアップセット・オブ・ザ・ヤーに選出された。強打で恐れられたタイソンに勇気を持って立ち向かい、タイソンを初めて破った選手となった。しかしこの試合はダグラスがダウンした際に、 実質13秒のロングカウントがなされたとされ、試合後に法廷闘争に発展。疑惑のロングカウントにより、ダグラス自身もボクサーとして正当な評価を得られなかった。タイソン戦をめぐっての法廷闘争は後に一度目の引退後に至るまで深刻な精神的ダメージを与えた。ダグラスは当時を私はチャンピオンになったが、それは悪夢だったと振り返っている。 1990年2月23日、プロレス団体の WWE に特別レフェリーとして出演。試合を裁いた。もともとはタイソンが特別レフェリーを務める予定だったが、小負けしたことで、ダグラスが代わりを務めることになった。タイソンとプロモーターのドンキングが再選を要求したが、ダグラスはその要求を断って、イベンダーホリフィールドと対戦することを選択した。 1990年10月25日、イベンダーホリフィールドに3回一個負けし、王座から陥落。試合後に一度目の引退を表明する。ダグラスはこの試合で2460万ドルのファイトマネーを稼いだ。バク狂わせで世界チャンピオンに上り詰めたことで環境が激変し、コンディション調整の失敗も理由であった。この敗戦で、ダグラスの評価は一段と下がり、 メディアでは、マグルで、タイソンに勝った男と評されるようになった。引退後に体重が400ポンド近くに達し、うつ病を発症。これに加えアルコール依存症となり、糖尿病も併発した。一時は生死をさまようほど病状が悪化し、ダグラスは当時を人生に無関心だったと振り返っている。このためトレーニングを再開。 1996年6月22日、6年ぶりに現役復帰し、復帰戦から6連勝を記録。1998年6月25日、ルーサバリースとのマイナータイトルの今、ヘビー王座決定戦で3度のダウンを奪われ、初回小負け。1999年、2度目の引退。現在は現役時代に患ずらった糖尿病と向き合いながら、 出身地のオハイオ州コロンバスのコミュニティセンターでボクシングのインストラクターをしている。ありがとうございます。